どうも、ハニティです。今回は、こちら、ファイファインさんの K678 という USB コンデンサーマイクをご提供いただいたので、こちらを小声でレビューなどしていきたいと思います。よろしくお願いします。まず、ファイファインさん、ご提供いただきありがとうございます。私の好きなね、ASMR 投稿者さんたちも、ちらほらとファイファインさんの商品をレビューなどしていらっしゃる方がいらっしゃって、存じておりました。とてもね、光栄でございます。それではレビュー行ってみましょう。まずこちらのマイクがどんな感じなのか一度こちらに映像を流しますね。はい、基本はこんな感じで立体三角マイクスタンドというものに取り付けられています。その状態でね、最初は届きます。で、これが付属されているネジを使って、私今は卓上のストレートのマイクスタンドに取り付けて高さを出して使っています。あとはですね、それを使えば卓上のアームスタンドなどにも取り付けることができるので、ゲーム配信だったりボイスチャットだったり、あとは高さや角度をつけて使用したいという方は、そういったものを使ってみてください。このね、立体三角マイクスタンド自体もすごくね、安定感があってしっかりしています。で、この外した状態から立体三角マイクスタンドに取り付ける方法も映像で撮ってあるので、今こっちに流しますね。はい、こんな感じでですね、簡単にね、取り付けて付け替えて使えるのでね、自分がどういう風に使いたいかっていう用途でですね、変えていただけたらいいかなと思います。で、マイクの指向性なんですけれども、単一指向性です。ステレオ録音、私がいつもしてるようなバイノーラルだったり、左右に聞こえ音が触れて聞こえるようなステレオ録音ができるタイプのマイクではこちらはありません。ただですね、ファイファインさんはそういった左右に音が触れるステレオ録音ができる製品もあるので、そういうのが欲しいよという方はね、ぜひそのページをね、見に行ってみてください。逆にね、こういう音声が好きだよという方や、普段の、ゲーム中のボイスチャットだったり、ゲーム配信の自分の声の音質を簡単に上げたいという方にもとても向いていると思います。というのもですね、 USB で挿すだけで使えるので、 PS4 や PS5 では本当ただただこのマイクを挿すだけで、普段のヘッドセットだったりとか、もっと安い価格帯のマイクだったりとかよりいい音質でできるんじゃないかなと思います。今回本当はささやき声でですね、こういう動画撮りたかったんですけれども、ささやき声だとこうゲーム配信だったりボイスチャット目的で使いたいという方に音の感じが伝わりにくいかなと思って、今こうして小声ではありますが撮っています。ちなみにささやくとこんな感じです。お腹が鳴りました。失礼しました。
私は今ですね、こちらの USB コンデンサーマイクを iPhone にライトニングの変換をかませてつないで撮っています。 iPhone で使うにはですね、その USB をライトニングに変換するこちら、これも画像で載せてるんですけど、こういったものが必要にはなるんですけれども、それさえあればですね、このようにこのマイクを使って動画を撮ることができます。配信もね、できると思いますよ。で、さらにいいところがですね、このマイクはですね、電源供給が電池とかコンセントとかではなく、この iPhone につなぐ場合は iPhone から電源が供給されるので、USB ケーブルと変換でつなぐだけで簡単に使用できます。イヤホンジャックがついているので、実際にね、どんな風に音が聞こえてるかっていうのをモニターしながら撮ることができます。ただ動画に載った声とこのモニターで聞こえてる声の感じっていうのは、やっぱり若干ね、線を通しているので変わってくるんですけれども、どんな感じで音が割れてないかなどはね、確認できるかなと思います。で、今私はですね、こちらのマイク、ポップガードやウィンドスクリーンといったそういうものがね、息のボフボフを軽減させてくれるものなんですけれども、そういったものはついてなくてですね、ただ普通の使い方をする分にはなくても、そんなにねボフボフとはならないと思うんですけども、あった方がいいかなと思うので、私は今ですね、こちらですね、ダイナミックマイクにかぶせて使っていたこのスポンジみたいなタイプのウィンドスクリーンを本体にマイクにかぶせて使っています。これだったらね、ピチピチですけれども、はめることができるので、もしウィンドスクリーンつけたいなという方は、安く売ってるのでね、はい、使ってみてください。ダイナミックマイクに、ハンドタイプのダイナミックマイクにね、かぶせられるサイズであればいけると思います。サイズだけね、注意して購入してください。あとはですね、最近主流のこのタイプのポップガードもつけることができました。ただこれに関してはですね、結構ねガチャガチャってこうはめることになるので、マイク自体に傷がいっちゃうこともあります。実際私ちょっと一部にほんのこんなぐらいの傷なんですけど、試しにつけてみたらついちゃったので、まあ、その辺のね、責任は取れないんですけど、一応これもね、はめて使うことができるということをお伝えしておきますね。はい、そんな感じですかね。それではですね、こちらの取扱説明書少し一緒に見ていきたいなと思います。はい、こちらね、セットのどんなものが付属されているのかというものなんですけれども、まずマイク本体ですね。で、立体三角マイクスタンドと USB ケーブルをマイクスタンドにね、取り付けできるような交換性ネジ、そしてこのね、取扱説明書ですね。はい、こんな感じで品質保証2年に延期できるみたいです。この辺は私もまだ触ってはいないんですけれども、買った場合はね、じっくり目を通してみてください。このね、取扱説明書なんですけれども、ファイファインさん自体が日本の会社ではないので、日本語でね、書いてくださってるんですけど、
ところどころ日本語がね、ちょっと面白いことになってる部分もあるんですけれども、理解はできると思います。で、めくりまして、マイクがどんな感じになっているか説明していきますね。まず正面にはファイファインというロゴがちっちゃく入っています。で、ここにミュートボタンがねついてます。で、下お尻の方にはね、あのネジ、マイクスタンドに取り付けるためのネジだったり、 USB 挿すところとイヤホンジャックとあります。で、背面にはこちらですね、マイクの大きさ、入力の大きさを調節できるつまみと、イヤホンの音量を調節できるつまみがついています。こっち側は背面になるので、こっち側に向かってね、声をこう出しても音を拾いにくいのでですね、間違いなくこの正面、Wi-Fi というロゴがあるのが正面なので、正面のこの辺りに向かって声を発するようにしてください。単一指向性なのでね、だいぶ音の拾い方が変わってしまいます。ちゃんとね、音を拾ってくれないので、いいところなんです。逆に周りの雑音、ノイズが乗りにくいのでですね、その辺は気をつけてください。さあ、ここにも書いてるんですけどね、上からとか横からとか後ろからじゃなくて、しっかりと正面に向かって話すようにしてくださいね。この図の通りですね。でですね、このミュートボタンがすごく便利で、ミュートができていない、普通に使えているよ、ミュートしていないよっていう時は緑色のランプがついていて、ボタンを押してミュートができているようになったら赤色になります。目で見てね、一目でわかるのでね、すごくね、配信される方とかボイスチャットされる方は便利なんじゃないかなと思います。で、聞いていただいてる通り、ノイズも少なくて音質も割とクリアなので、すごくね、使いやすいマイクなんじゃないかなと思います。その他ね、こうやっていろいろと説明を書いてくれています。はい。で、これはね、マイクスタンドに取り付ける場合の一例も載っていますね。その他、パソコンで使う場合の注意点などもこうやってしっかり書いているので、なんか使う上でおかしいなと思ってもすぐに対処でしやすいんじゃないかなと思います。はい。ちなみに iPhone で、 iPhone に接続して使う時の注意点としましては、こうやって映像を撮るときは必ず機内モードにしてから、 iPhone を機内モードにしてから撮りましょう。っていうのもですね、機内モードにしないで Wi-Fi だったりネットだったりがつながっている状態で撮ると、電子ノイズ、なんかビビビビとか、そういうね、謎のノイズが、宇宙からの更新のような謎のノイズがね、入っちゃったりするので、それを避けるために必ず機内モードにして撮るようにしましょう。これはね、こちらのマイクに限らず、ハンディレコーダーとかそういうのを使う時もですね、そうした方がいいです。はい。そんなぐらいですかね。というわけでですね、このファイワインさんのUSB コンデンサーマイク K678 なんですけれども、私使ってみた感想としましては、まあ、もう少しお安いタイプの USB コンデンサーマイクも使ったことがあるんですけれども、それと比べてもですね、やっぱり音質も少しいいかなと個人的に思いました。はい。もちろんね、他の
1万円超えのね、1万円超え2万円ぐらいするコンデンサーマイクだったりとかをミキサーでつないで使ったりするっていうのにはね、さすがにちょっと音質面では解像度っていうんですかね、劣ってしまうかもしれないんですけれども、 USB で手軽に挿して使えて、さらにお値段もですね9000円以内で買えます。その時のセールだったりとかクーポンだったりでお値段はね変動するんですけども、私が見て一番安い時でタイムセールで7555円、さらに800円オフのクーポンがあったりとか、お安い得になってる時はすごいお安くなってるんですけれども、そうじゃない時でも8999円で購入できるので、とってもですねコスパがいいなと思います。変にこう2000円台3000円台のものを買うよりはこちらを購入した方が間違いないかなと思います。本当にね雑音ノイズが少なくて私はびっくりしてます。音もクリアだとは思うんですけれども雑音が本当にないです。で、私結構ね今小声で喋ってるのであれなんですけれども、もっと普通に喋るともっとクリアに聞こえてくる、通るように聞こえてくるので、ゲーム配信やねボイスチャットの音質を上げたいという方に特におすすめいたします。ではですね、実際に PS4 につないでどんな風にボイスチャットまたは配信で音が聞こえるのかっていうのを今見ています。 APEX を開いて射撃訓練場でね、こんな感じでね、どんな感じで声が鳴るのかを試しています。小声なのでねゲーム音かなりちっちゃくしていますが、あ、すごい、こんなとこに穴あるんだね。はい、そんな感じで配信する際はこんな感じで声が乗ります。まあ今小声なのでね、もっとちゃんと喋ると変わってくると思うんですけど、使ってみた印象はめちゃくちゃね感度がいいので、あまり上げなくてもいいですね。はい、話してだいぶ話して使う方とかもいるかもしれないですけど、本当にね感度がかなりいいので、そうだからすごい使いやすいと思います。その割にノイズが少なくて、はい、なので今これ聞いてみてね、気になる方はぜひぜひ買いだと思います。めっちゃいい。というわけでゲームの PS4 につないでみた感じは以上です。あ、そうだ、もう一つ忘れてました。こちらの商品ですね、すごくですね包装がきっちりとされてました。どんなに揺れて扱い悪い状態で届けられたとしても間違いなく壊れてないだろうなというぐらいにしっかりとね衝撃吸収の素材でこう覆われて、スポンジみたいなやつ、固めのスポンジみたいなやつにこう埋め込まれて届いたんです。それがこちら、映像画像を出しとくんですけども、こういったものに守られて届くので、しかも箱もすごいしっかりしてるんですね。なのでですねその辺もね安心してください。でこれはねちょっと ASMR 投稿者としての一つのポイントなんですけれども、このね衝撃吸収剤っていうのかながすごくね音フェチ、耳かきのような音を出すのにとても適してそうな素材でして、今度ねそれで私は耳かき音を出してみようかなと思っているくらいでございます。そんなねおまけ感もあるようで、こちらワイワインさんの K678 のレビューを終わりたいと思います。ご提供いただき本当にありがとうございました。概要欄に商品ページを貼っておくので、もしね興味を持ってくださった方はぜひぜひ見に行ってみてください。それではご視聴いただきありがとうございます。
ハニー。